ここが始まりのゆりかごだ。最初の生命体の気配に満ちてる。さっき襲ってきたやつがまた来るかもしれない。気をつけよう。うん、もう思い通りにはさせない。ライネちゃん、準備はいい？儀式を始めたらもう中断できないぞ。ありがとう、ここまで付き合ってくれて。あれ、結界の儀式の波動がもう一つあるぞ。選ばれし器よ。私はガイター。お前を正しき運命に導こう。うわ、やっぱりあいつだ。素晴らしい、さすがあのお方がお認めになった適合者。我々はお前の行いすべてを胸に刻む。約束の時は来た。私の導きのもと、お前はついに完全なる存在となる。完全な器ながらここまでやるとは。そして今、ライネよ、その優位なる資格を証明してやる。ライネ、お前は何を言ってるんだ。資格どころか、あれは記憶のないただの抜け殻よ。でも欠片を届けてくれて手間が省けたわ。すでに筋書きは決まっている。あのお方もお前の活躍を楽しみにしておられる。余計なことは言うな。そんなこと分かってる。儀式にはもう少し時間が必要だ。ライネ、気をつけて。
スに甘やかされていたわけじゃなさそうね。ライネー無駄よ、あなたはただの偽物なんだから。約束の時は来た。今こそ完全なる存在に戻るがいい。ようやく完全な私になれるわ。ここは？ライネ、目が覚めたのか。彼女の魂領域だ。結界に使っていたかけらは彼女に吸収された。その通り。今度はあなたの番よ。生きた魂を吸収するのは楽しいわ。かくれんぼしか脳のないあいつみたいにね。お前、なぜ？そう、あなたの言うかくれんぼしか脳のない抜け殻よ。やはり早すぎたか。邪魔をするな。私と融合したのにまだ足りない。どれだけ強くなりたいの？これからいくつ命を犠牲にする気？私はあなたで、彼女だってあなたよ。なぜ自分を傷つけるの？なぜ支え合って世界と向き合えないの？支え合う？バカ言わないで。私が一番無力だった時、あなたたちはどこにいた？私たちの力は分割されていない。一生懸命努力して成長すれば、こんな方法じゃなくても自分を守ることはできるのよ。努力ね。笑わせないで。平和に生きてきた奴に、恐怖に怯えながら生きる私の気持ちなんて分かりっこない。外のあのイカれた奴にどれくらい時間をくれるのか聞いてみたらどう？この力は、こんな世界じゃむしろ呪いよ。死んでも逃れられないこの恐怖は、あなたたちのような偽物にはわからないわ。偽物？分裂する前のライネは本当に今のあなたと同じだった。今のあなたは欲望に支配されたただの獣よ。真の偽物はあなたの方よ。黙れ。私は偽物なんかじゃない。妖精さん、今です。私と彼女の魂の共鳴を調律してください。君と共鳴？忘れないで。私だって欠片の一つ、結界を張れるわ。早く、もう時間がない。共に調和を奏でよ。できた。所詮時間稼ぎね。あなたたちはいずれ私の一部になる。それにあなた、自分の魂を燃やして彼女を助けたところで何の意味があるの？私は全ての私を助けたい。あなたも含めてね。ライネ、どうかあなたの力の全てを私に貸して。私がついてる。一緒に行きましょう。恐怖と苦しみとはお別れよ。少なくとも私は選べた。最後に、自分がなりたいライネを守ることを。